はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。うん、梅雨が明けたみたいに今日は暑い。30度近くまで上がっちゃって、もうね、前回もお伝えしたんですけど、この中がもう大変なことになってるんですよ。もうすごい、なんていうかな、もう蒸れちゃって、またその話かっていう風になるんで、おっと危ねえ、倒れかけましたよ。蒸れてんですけど、今日もやっちゃいますよ。ワッシュ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 、この辺でご勘弁ください。今日はどんな動画かというと、はい、グリーンダウンワームというのを1、2年前だったかな、紹介したんですよ。で、結局あの時って餌としてこうね、与えずに終わっちゃったんですけど、今回は新たに出てきましたよ。新たなね、ハリコ稚魚の餌。それはなんだ？それは、マイクロワーム。マイクロ。小さな小さなワーム。線虫ですね。いわゆる線虫。で、どんな感じの？どんなワーム？どんな線虫なのか？ワームと言ったら、パッと思いつくのがミミズじゃないですか。ミミズ系ね、ああいうこうニョロニョロしたやつ、ワームって全般的に言うのかな。ちょっとね、その辺は分かんないんで、自分でググっといてください。はい、そういうね、メダ家族というのはそういうの、自分でちょっとは動く、自分に優しく、視聴者に厳しい。そしてじゃない、今日お届けするマイクロワームというのはどうですか？今年に入ってちょっと気になってたんですよ。マイクロワームなんだろうなーって。で、ヤフオクの方で出てたんで落札してみました。で、無事届いたんで、こう開封してみます。与えてみるかということで、まあ、開封してからの説明書を見て、ちょっとマイクロワームどんなものだというのを確認してから与えてみましょうか。もしかするとなかなかこうちっちゃい生き物なので、うまくいかない可能性もあります。撮影の方もだし、やっぱこうね、うん、相手がマイクロじゃないですか。まあいいや、もう行くぞ。はい、マイクロワーム。では開封してみましょう。はい、じゃーん。お、なんか、なんだ？やっぱりこんな感じで、あ、ドライイーストって書いてありますね。ドライイーストが何か鍵のような気もするけど、当たり前かって。二重になってますね、入れ物が。なんか扱いにくい感じがします。うん。では説明書を見てみましょう。ドライイーストとスプーン入ってました。あとは、なんだこれ、押し麦みたいな。麦だな、これ。麦の、なんだ、まあ、ドライイーストで発酵してるんだろうけど、なんでしょう。ちょっと、よくわかんない。アルコールがありそうな。こうしてるんでしょうね。あ、やっぱ押し麦って書いてありますね。この度は、マイクロワーム、培地。はい。はい、培養についての説明ですね。うん。押し麦、ドライイースト、容器。基本的にマイクロワームはドライイーストの発酵により発生した酵母が餌となる。うん。酵母が餌となり、増殖していく。あまり温度、高いと良くないんですね。はい。培地が腐敗すると。20度から30度ぐらいで培養。これ夏に向けてちょっと扱いにくくなってくるかなと。エアコンの効いた部屋で置いておかないといけないのか。うん。なあ、そんな感じですよね。うん。で、イースト菌の活動には水分が必要。炊いた押し麦を、ちょっと扱いにくいね、これね。ドライイーストを
振りかけて、その上から霧吹きやスポイット等で水をかけ、よく混ぜ合わせ、目安はひたひたくらいで。なかなか、どうだ、ちょっとこれ、扱いにくいけど、これは、どうなんでしょう。自分には合ってないかなと思いますね、これ。発酵が進むと、毎日ドロドロになっていきます。発酵が進まないとワームは増えない。与え方ですね。ここ重要ですね。飼育容器の壁面についているワームを指や紙ですけど、ちょっと虫嫌いな人はダメだな、これね。少量の、飼育水を入れた容器につけ、その飼育水、なかなかめんどくさいですね、これね。これからの時期、培地が腐敗したり、かびること、なかなかマイナスポイントが大きいかなと思うけど、これ、うまくできる人は、メダカ。稚魚の、稚魚というか、まあ、張り子ですね。張り子に与えるとすごいいい感じがする。2週間に一度の割合だし、2週間に一度だったらまあできるのかな。これ毎日だとね、なかなか大変だけど、あとは維持することですね。容器を軽く揺すり、培地を攪拌する。2週間に一度の培地交換をしていると、うっかり培地交換するのを忘れたり、培地を乾燥させて死滅させる危険性が少なくなる。なかなかね、ぬか床を混ぜるじゃないですか。あれに近いものがあるのかな。毎日こう、状態を見る。まあまあ、ちょっとやってみましょうか。マイクロワーム。肉眼で、なんだか見える感じがするな。はい。拡大してみました。これ、おそらく中心付近にいるのが、マイクロワーム。麦の大きさと比べてみたいと思う。あ、ここいますね。マイクロワーム、ここいますね。わかります?これ。マイクロワームですよ、まあ、どこ行ってるのかっていう感じですか。この辺結構いるんですよ。ほら、半透明のなんかね、線虫。どうだ、麦と比べるとかなりちっちゃいね。これならまあ食べるわな。グリーンダムワームだったっけ。なんか前回っていうか、2年ぐらい前、1年以上前だよね。あれに似てんだな。ほぼ一緒か。もしかすると同じかもしれない。いや、あれはね、昔からのカブトムシとかクワガタの幼虫を育てる菌糸瓶、あれに湧いてたんですよ。まあ、ちょっと違うのか。ほら、うにゅうにゅう動いてる。わかります？これですよ。この線虫です。これが餌になるんですよ。はい。この辺結構集まってそうだ。実際やってみましょうか。でも映像的には、なかなか難しいと思うんですよね、捉えるのが。顕微鏡レベルだよね、これね。はい、じゃあちょっとやってみましょう。その前にこうやったらむちゃくちゃ痛。これわかりますかね、なんかモヤモヤしてるやつ。これ全部そうでした。うわ、すっごいわこれ。はい、見えた。実はタッパーの中で保管しようかなと思ってこう入れたんですけど、今こんな感じで、なんかわかんないか。これよくわかんないかな。壁がもやもやした感じ、この、なってるじゃないですか、この、なんかもやもやっと。これちょっとね、拡大します。ちょっとこれね、ゾッとする。ゾッとするような映像になってるんですけど、もうだいたい察していただけたんじゃないかなと思うんですけど、拡大します。はい。こんなんなってます。これタッパーの蓋の部分なんですけど、これがマイクロワームのなんていうかな、コロニーっていうか集団。はい、意外に多いでしょ。見たことないと思う、この映像ね。
これやばいっすよね。もうこの状態どうやって与えようかなと思って、これもう蓋なんですよね。蓋を開けたらおそらくタッパーの内側の壁にこう張り付いているマイクロワームが外に出てきちゃうんじゃないかなって今思ってるんですけど、でも蓋開けないとどうしようもできないので、はい、とりあえずこれ蓋開けてそのまま、どうしよう、なんかスポイトかなんかで水でこうね洗い流す感じ、それで水の中に落としていこうかなって、水槽の中に落としていこうかなと今考えてます。じゃあやってみましょうか。はい、では今からマイクロワームを落としてみたいと思います。でもこの水の中に結構ねいろんなものがこう浮遊しているというか、こう動いてますよね。うごめいている。でこの中に結局外で飼ったりすると余計こういう小さな生物が多いんですよね。でまあ入ってきちゃうっていうか、こう集まってきてますね、ハリコが。この小さな生物を食べながら徐々に大きくなるっていう、まあそういう風になってるんですけど、ここに強制的にさらにこうマイクロワームを流し込むっていう、ちょっとやってみます。今ちょっと、はい、落としてみました。ボウフラがこのサイズなのでよく見てください。これもしかするとボウフラがほら口が動いてる、ボウフラがね、これ捕まえようとしてるんじゃないかなって思うんですけど、かなりのマイクロワーム出てきてます今。はい、今回はうまくいきましたね。もうちょっと追加してみましょう。もうすごいことになってますよ多分。はい、まあこんな感じで、本体の方は蓋をしときます。また出てくるんで。でこんだけやっぱ広範囲に拡散しちゃうと、稚魚がどこで食べているかとか全く分かんないですね。食べているとこが見たかったんですけどね。これじゃあちょっと容器が大きいのでなかなか捕食しているとこが分からないっていう、そこが今回のミスといえばミスです。はい、すいません。まあこれだけのマイクロワーム一気には食べれないと思うんですけど、今たまたま稚魚が近く通りかかったんですけど、そうですね、探してみましょうか。どっかで食べてるかもしれない。いろいろいるんですよ、この中に。ちょうどこれ食べてくれたら面白いですけど、なかなか、他にも食べるものがたくさんありますからね、これなかなか難しいかもしれない。これはもうどこ行った、なんか分かんなくなっちゃいました。沈んだかな、分かんなくなりましたね。結構容器が大きいので効率が悪いというか、他にも食べるものがたくさんありますね。こう見るとミジンコのなんか、ミジンコのなんていうかな、種類が分かんないですけど、極小なやつが割といますね。まあゾウリムシとかもいるだろうし、藻類とか
いろいろ入ってます。稚魚が出てこないですね。稚魚、あー、スパイダー、ちょっと捜索です。はい、マイクロワームがどこに行った。マイクロワームは沈んだかな。姿が現れない。これはマイクロワームは結論から言うといいんですけど、こういう大きめの容器で飼育するにはマイクロワームっていうのは、飼育というか大きめの容器で稚魚を張り子をこう飼育するときに与えるには効率は良くないかなという感じです。その辺を考えてタッパーとかで飼育する、そういう時、そういう時が結構有効かなと思います。じゃあ皆さん、マイクロワーム今どこに行ったか、もうすっかり消えてしまったんですけど、はい、食べたわけじゃないです。もしかすると一つも食べてないかもしれない。ただ餌としてはいけるんじゃないかという結論で、なんかねこう食べてるんですよ常に何かを。気をつけてください。こうやってボウフラがいますね。ボウフラがこういるんですけど、これぐらいのボウフラでも稚魚を捕まえますからね。捕まえちゃう、捕まえて食べちゃうんで気をつけてください。はい、マイクロワームはドローンしました。はい、ということです。はい、どうだったでしょうか。マイクロワーム、なかなか使いづらい部分もあるんだけど、張り子の成長にはいいのかなと。なんだなんだ、マイクロワーム、グリーンダウンワーム、あとなんだ、ゾウリムシ、この辺か。張り子の三大主食と言われている、あれ言われてなかった、はい、言われてないか、私が今ね勝手に決めちゃいました。まあそういう動画なんで、ふざけて行くっていう、このふざけていいよって許可が下りちゃったんで、もうふざけていきますよ。だけどちょいちょいこうね、有益な情報もたまには入れないといけないんで、まあ本当は自分の中では必要ないかなとは思ってるんですけど、やっぱねふざけてばっかりじゃダメなんですよ。なかなか今日はうまいこといかなかったですけど、大量にこうワームがパッとね、見えるぐらいに放出されれば、おそらく撮影もうまいこといったと思います。はい、じゃあまあどうでしょう、ゾウリムシ、自分の中でゾウリムシが一番扱いやすいのかな。ゾウリムシ、グリーンダウンワーム、今回のマイクロワーム、マイクロワーム、冷蔵庫で保管かなという感じはあるんですけど、なかなかね、どうでしょう、一度は使ってみて、で自分に合ったら、自分に相性が合う餌ならば、それはもうね扱いやすかったら絶対使った方がいい。あ、そうですね、マイクロワームをこう与えたメダカたち、ゾウリムシを与えたメダカたち、こう比べるとよく分かりましたね。はい、そういうことをね今日はねやってない いないので、自分でやってみてください。ということで、メダカ族ドウェシタピヨヨンの前にこれドローンします。メダカ族ドウェシタピヨヨン。